麻生太郎、不節生で病気になった人の医療費を健康な人が負担するのはアホらしい。本日、麻生太郎財務大臣が閣議後の記者会見にて、不節生が理由で病気になった人の医療費を健康のために努力している人が負担するのはアホらしいとした知人の発言を紹介し、いいことを言うと同調いたしました。それに対してマスコミが不適切な発言だと報じているんですが、 他にも麻生大臣は、私は病院で世話になったことはほとんどない。ただ、人間は生まれつきがある。一概に言える簡単な話ではないとも発言をされております。こういった医療費の問題、現在日本では医療費が膨らみ続けており、大きな問題となってしまっております。そういった中で、明らかに暴飲暴食、 タバコや酒のやりすぎが原因で、がんになったり、糖尿病になったりして、人工透析をやっているような方がいらっしゃいます。そういった方々に対して、それはおかしいんじゃないかという批判がこれまでも出てきており、それを改めて麻生大臣が紹介しただけで、多くの国民も同じようにですね、特に健康に気を使って、毎日、食事、 食生活もしっかりとし、運動もしてですね、健康を維持している方にとっては、自分が毎月納めている保険料、完全な無駄になってしまっておりますので、どうにかならないのかと、何か優遇してくれないのかと考えている方多いんじゃないかと思います。突然ですね、 健康に気を使っていても病気になってしまうことはございますのでそういった方々に対してはしっかりと保険から医療費を出していく必要があると思いますが明らかに健康をですね害すると病気になることが分かっていて暴飲暴食などを繰り返して病気になった方に対してはある程度のペナルティが必要だという考え方 これは当然ですね、必要だと思います。例えば、自動車保険のように、自動車事故、事故を起こしてない方は、どんどん保険料が安くなって、それに対して、事故をよく起こす方は、保険料が高くなる。これと同じような仕組みを、健康保険にも導入するべきなんじゃないでしょうか。ただ単に事故を起こした。 病気をしただけではなくて、その病気になった患者さん自身が明らかにですね、病気の原因となることを医者などに指摘されても続けていて、それが原因で病気になった場合は、他の方よりも多めに医療費を負担していただく、これくらいのことは必要だと思います。また、健康に気を使って健康を維持している方に対しては、 医療費を安くくしていくこういった制度を作れば、国民の健康度が、国民一人一人が健康になってですね、保険を使わずに済むことになり、病院にかかる必要もなくなり、医療費を圧縮できるんじゃないでしょうか。日本政府には今、膨張し続けている医療費、外国人のただ乗り事件も、 多く発生しておりますが、そういった対策も踏まえて、しっかりと制度の見直しを行っていただき、今後、日本人がですね、健康保険を使って医療を受けることができない、そういった事態にならないよう、しっかりと制度の改善に努めるようにお願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。